キリストが再臨の時は神のみぞ知ると宣言して以来、説教師や終末論者が何度もその時期を予測したが、結局何も起こらず、新時代に入り日は昇り続けている。だが一部の者は、神の最後の審判は間もなく下り、おそらく我々が生きている間にやってくるから覚悟しろと怯えている。ここ数週間、自称預言者たちが終末が近づいている新たな証拠を見つけ、ネットや聖書研究会、教会などで不穏な議論が勃発している。なぜ彼らは動揺するほど心配しているのであろうか。トルコからシリア、イラクを経てペルシャ湾に注ぐユーフラテス川は、古代から人類にとって最も重要な川の一つであった。ご存知のように、肥沃な三日月地帯を流れるチグリス・ユートラ・ユーフラテス川の周辺では、シュメールやアッシリア、バビロニアなど多くの古代文明が栄えた。特に4000年以上前、現在のイラクの場所に築かれた古代都市バビロンは、港町として水利に優れ、ハンムラビ王の統治のもと世界的都市に成長。だが近年、トルコとイランが上流に新たなダムを建設し、支流を水源に利用し始めたせいで、イラク国内の川の流量が極端に減り、イラク南部の川が干上がってしまった。またヨハネの黙示録の主要箇所が世界の終わりを示していると考えられており、そのシナリオにイラクとユーフラテス川が関連しているというのである。黙示録の9章14節には、ラッパを持っている第6の見つかりにこう呼びかけるのを私は聞いた。大ユーフラテ川のほとりにつながれている4人の見つかりを解いてやれとある。これは一体何を意味しているのだろうか。この声はラッパを持つ第6の天使に、アッシリアとイスラエルの境にあるユーフラテス川に幽閉された4人の天使を解放するようにと命じており、つながれていると表現されているので、彼らは邪悪な存在であることがわかる。また天使たちが閉じ込められているユーフラテス川流域は、人間の罪と深い関係があり、人類最初の殺人はエデンの園の近くユーフラテス川流域で行われたと推定されている。最近枯れたユーフラテス川の奥から奇妙な声が聞こえてくると主張する者も現れ、現在この出来事がキリストが敵を制圧し千年王国を建設するために再臨する兆しであるとの考えを強めるものとなっている。黙示録の16章12節には、第6の天使が神の怒りの鉢をユーフラテス川に注ぐと、水が干上がり、東から来る王たちのために道が整えられるとある。信者以外、聖書に書かれていることは迷信と思われているが、実は聖書が予言する世界の終わりが今現実のものとなりつつあるのだという。ヨハネの黙示録9章14節と15節には、4人の堕天使がユーフラテス川の下で鎖につながれており、天使たちは川が枯渇した後に解放され、終末の日に人類の3分の1が抹殺されるとある。実は最近、川が干上がった場所の地下で謎のトンネルが見つかったと話題に。川床を調査すると地中深くまで伸びており、驚くことにトンネルからは幽閉された天使の声が聞こえたという。その後、不気味な音が録音された映像が何本か公開され、堕天使のものとされる方向と重い鎖のような音が記録されていた。トンネルがいつ作られたのかは不明であるが、ユーフラテス川のような大河の下にこれほど巨大なトンネルを掘るのは人間技ではなく、ここが4人の堕天使を閉じ込めた牢屋ではないかとの説が浮上。もちろん音の信憑性をめぐり議論となったが、川底で見つかったトンネルの存在は誰も否定できない。大河ユーフラテスの下に鎖でつながれた堕天使の正体とは。
天使についてはヨハネの黙示録の12章7節から9節にこう書かれている。天国で戦争が起こり、大天使ミカエルと使いの天使らが竜と戦ったが、天使たちはあまり強くなかったので破れ、天国で居場所をなくした。この竜は悪魔やサタンと呼ばれる全世界を惑わす古代の蛇で、竜は天使たちもろとも地上に投げ落とされた。黙示録第9章にある川の下にいる天使4人はサタンに敗れた堕天使の一部であることは確かであろう。ルカによる福音書とヨハネの黙示録、ユダの手紙を読むと、天使たちは地上を自由に歩き回ることを許されず、鎖につながれ定められた時が来るまで幽閉されていることがわかる。堕天使たちは人類の生存を脅かす危険な存在であったため、神が彼らを鎖につないだ可能性がある。自称預言者たちは川の下にいるのは明らかに堕天使で、地球の3分の1を破壊するため解放される日は近いと述べる。また彼らはユーフラテス川で今起こっていることは全てキリストの再臨が近いことを示していると主張しており、つまり我々は今世界の終末にいるため、熱心に主に仕えよと警告する。ウガンダの牧師で政治家でもあるジョセフ・カブレタは2022年9月に開かれた集会で世界の終わりがやってくると聴衆に警告。彼は、今日は皆さんがショックを受けるようなことを伝えるためにここに来ましたと切り出し、終末に関する聖書の予言の様々なもつれを解きほぐし、反論の余地のない証拠を提示した。彼によると、司会の復活は最近実現した予言の一つであるという。世界で最も塩分の高い湖として知られる司会は、ほぼ生物の生息が不可能であるが、エゼキエル47章では神は預言者エゼキエルに水が新鮮になり生物が宿るようになると警告している。実際この予言のような出来事が2011年に確認され、湖底に淡水の湧き出るクレーターが数十箇所見つかり、細菌がたくさん生息していることが分かった。さらにカブレタは黙示録9章とエゼキエル38章にある終末にユーフラテス川付近で起こる壊滅的な紛争について詳しく説明。彼によると、この戦争はトルコとシリア、イラクとサウジアラビア、クウェートやイランなどのユーフラテス川沿いの国々と、ロシアや中国などゴグとマゴグと呼ばれる国々を巻き込み、彼らは団結して2億人の軍隊を編成しイスラエルに対して戦争を仕掛けるという。カブレタはイスラエルが2億人の軍隊に侵略された場合、核兵器を使用するか、地中地球上から一掃されるかのどちらかしか選択肢がないと主張する。黙示録の16章12節には、ユーフラテス川は干上がり王たちのために道が整えられるとあり、兵士たちが自由に行進できるようになると指摘。この予言は今年実現し、上流国のダム建設によりイラク南部のユーフラテス川は干上がってしまった。専門家はこのまま何もしなければ2040年までにチグリス・ユーフラテス川は完全になくなるだろうと考えている。この戦争で未曾有の荒廃がもたらされるが、戦争当事国に対し全世界が一時的な平和協定を求め、その結果ダニエル書9章27節にある一周の平和条約が結ばれ、この7年の間に人間による政治が終わり、キリストが帰ってくるとカブレタは推測する。彼は聖書の予言とユーフラテス川を取り巻く政治的野心や気候変動を見事に関連付け、聴衆は黙示録が本当に現実になるとは全く思ってもみなかったと動揺を隠せなかった。今川で何が起こっているのか、単なるこじつけで人災や気候変動で川が干上がっているだけなのか、それとも予言が現実のものとなっているのであろうか。最後に補足として、チグリス・ユーフラテス川をめぐる水紛争について軽く紹介しておきたい。1970年代、トルコは南東部の地域開発格差をなくすため、チグリス・ユーフラ
ユーフラテス川を灌漑や水力発電に利用する南東アナトリア計画に着手。トルコとシリアはそれぞれユーフラテス川初のダムであるケバンダムとタブカダムを完成させ、1975年には貯水が始まった。さらに同時期に深刻な干ばつに見舞われ、73年のイラクへの河川流量は75年には3分の1以下へと激減した。これをきっかけにイラクがシリアのタブカダムを爆撃すると脅迫し、一時は両国ともに国境近くまで軍隊を動員し、国際問題に発展。最終的にサウジアラビアとソ連が介入し、シリアが流量の4割をイラクに回すことに合意し、危機が回避された。河川利用の点からして圧倒的有利な上流国のトルコは、長年シリアに対しユーフラテス川を交渉の武器として利用し、水問題の解決を遅らせ、事実上イラクへの水の流れも断ち切られてしまう。ガップ計画によるダムや灌漑設備の開発は経済格差解消どころか、各河川流域国の生態系や社会に深刻な影響を与えている。ユーフラテス川とチグリス川に建設されたダムのせいで多くの村が水不足になり、約20万人が別の場所に移転している。さらに三国共通のクルド人問題や気候変動、灌漑設備の管理のずさんさなどが絡み、近年はユーフラテス川の水位が危険なレベルにまで低下し、トルコからシリア領内への流量は毎秒200立方メートル以下と、1987年に両国が合意した量の半分以下となっている。そして現在イラク南部の川沿いの多くが干上がっており、生活に不可欠であったこれらの場所が砂の土地と化している。